あのね、みんなコーラ好きでしょね、ママね、たくちゃんがね、コーラ好きだからね、今日はね、君たちのためにね、コーラが出るね、蛇口をね、作ろうと思うんだよね。おふざけはここまでだ。俺は今日夢のマシンを作る。まああれですよ、よく蛇口からひねってさ、コーラが出るってさ、みんなの夢だと思うんだよね。なんで今日は実際に作ってみようと思います。準備するものはね、まずは耐圧ホース、蛇口、バスポンプ、このケースにコーラを入れて、ポンプをここに入れて、で、コーラを吸い上げて蛇口からこうひねって出すみたいな、まあ、うまくいけばいいんですけどね。まあ実際に作ってみましょう。まさか人生で蛇口を買う日が来るなんて思ってもなかったよ。とりあえず蛇口にホースをつけましょうよ。俺これ昔からの夢だったんだよ。でもいつも水道から出る液体は透明なものばかり。あ、取れちゃった。うわー、パッパッパ、使う器具を間違いなく間違っちゃったな。全然くっつかないもんこれ。無理だよ、絶対つかないよこんなの。これマジで言ってんの。先にポンプ作っちまおう。これ俺できなかったらさ、ちょっとやばいんだけど、今後の YouTube 生活に支障が出るぐらいやる気がなくなる。お、来た来た来た。ポンプの行き先を蛇口にすればいいわけだ。結局な、ホースと蛇口がつなげなきゃ何も始まんないことが分かった。これとこれが本当にくっつかない。もうこれでよくね。誰か蛇口回して。もし今このままこれをオンにしてここに入れると、もうここから出てくるってわけでしょ。え、あ、これ違う、これ電源だ、間違えた、これ電源だ、これ入れちゃダメなんだ、まず間違えた間違えた、これ電源だ、俺ダメだ、こっち入れちゃう、完全に間違えた。 OKOK、 アンダースタンド、アンダースタンド。これでこうすると、これどうやってつなげればいいの、マジで。なんとかできました。ホースとこれがつなげたんで、ポンプでコーラを巻き上げてるんで、もう少々お待ちください。いろいろ試したんですけど、やはり力だけではどうにもならないこともあります。多分ポンプの力が弱いのと、炭酸だからこううまいことホースにコーラが来なくて。おっ、えへ、一応水っていうのは高いとこから落ちてくるんで、一応これで落ちてきているはずなので、ひねれば出ると思います。ではいきます、頼みます。あっ、あっ、いや、来た、来てる、やった、やった、見て。出た。マジでひねったら出るんですよ、ほら。あ、もうべちゃべちゃだけどいいや、出るぞ出るぞ、やったー。こういう固定とかしたらもう完全にもう給水場ですからね。おお、出て、出るよ、出るよ。おい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 。というわけで実用的ではありません。